アニメハイキュー10周年ラストイベント実施決定。ラストイベントこれ10周年のラストイベント、これは今進んでる今10周年企画とかいろいろ動いてるじゃないですか、はい、それの10周年企画のラストってこと、最下ですね。あ、はい、全てのラストじゃないわ、ね、全てのラストではないです。10周年の10周年の会計終わっちゃうのかと思ってびっくりしちゃって、やめてよと思って、あの11周年の最初のイベントもやります。あきっといつか、はい、キックオフイベントがそうそう、まあでも10周年って大きいですからね。大きい、本当にメモリアですから、ね、確かに10年前を振り返ってみたら、そうだ、収録現場はもう懐かしいねいや俺最初に行った時びっくりしたもん。何悪ガキばっかで、いや本当にイリノさん靴隠されてるし、そう俺靴隠されてるからないじめやいじめ本当に神谷さんが俺の靴隠すんだよって言いながら俺が靴脱いでなんか椅子座ってたらなくなってんだから呼ばれてさ行ったら、まあ僕と一緒にあのバボカずっとやってたからそれで神谷さんがそのバボカ早くやるぞって、みんな大きくなった本当だよ、シュール2人とかもさなんかね堂々とした姿が今、いや本当だよね、本当にね、10年、うん、いやこの10年でようやく内山さんとも話せるようになったんで、いやいやいや喋ってただろ内山さんもだいぶ社交的になりましたよね。最初の頃はこう名塚さんとねこうお話イベントについて教えてください。あの時どんなイベントなんですか、リアル高校生のようでしたけど、はい、こちら、はい、アニメハイキュー 10th Anniversary つなぐプロジェクトというものが現在展開中なんですけれども、そうなんだ、おこの最後の締めくくりにイベントを実施する運びとなりました、うん、ということで、はい、こちらタイトルはハイキューテンスイベントネクストステップ、ネクストステップ、おっとおっとどんなステップよ、ラストイベントからのネクストステップ、そうですか、テンスアニバーサリーを超えた先のネクスト中ね、そうね、はい、こちら、2025年3月2日日曜日、あもうこれは大事な情報じゃない？これ大事な情報ですよ。来年3月2日の日曜日、お、はい、来年、はい、昼の部夜の部にて実施いたします。具体的に、いや具体的だな、ね、皆さん今早くスケジュールを確認したいですよ ね、そうですね、うん、したいです、どうなってんだろうな、で場所なんです、どうなってんのちょっとうるさいよキャストの皆さんはあのワンチャンサプライズの可能性がね、みんな聞きたいとこなんだよここ、はい、そうです、ちょっと場所は場所はあれ宇宙さんだMC を言いますから言いますから10年で変わりましたね、昔から場所は東京です、東京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 某所、ね、で、なるほどね、有明アリーナでございます。おー、はい、すごい、まあ、聖地ねえ、はい、そうそう、バレーボールやんのかないやいやこんな人のこと言わないでください、詳細はまだねということなんですけども、うちがいや、やんねえよサポーターとかつけてやっついに、あ、ちょっと思い出したけど言えない話だわうん、まあ、ね、まだまだ、まだでもね、やったもんね最初の頃バレーボールね、やりましたね、みんなでね、懐かしい、もう10年ですか、そうだね、バレーボール未体験だったからやったんだもんね、あ、そうです、そうです、そうです、うんうん、でもその次の年もやりましたよ、僕はカイト君と一緒に2人で、あ、そうなの、そうそうそう、うん、やりました、やりました、行きましょう、だんだんあのアフレコ現場みたいな空気にちょっとやばいやばいやばいなってきちゃったから、じゃあネクストステップの話します、一応舞台挨拶で、そうですね、はい、イベントの場所は重要な情報、場所はさっき言ったよ、場所は言ったよ、場所言ったよ、有明アリーナ、ごめんごめん、有明アリーナ、有明アリーナ、有明アリーナ、そうでしたよ、うちが聞いてバレーボールをするって、バレーボールはしない、ループしてんだよ、ループしてる、ループしてる、はい、もう映画館なので時間がございませんということで、はい、応援しに来たのにね、ありがとうございます、邪魔だよ、邪魔しに来てるよお前、はい、どうぞ次、はい、キャストの皆さん、え、村瀬歩夢さん、決まってた、え、あ、決まってる、石川海人さんほか、キャストの皆様にも他登壇いただく予定となっております、他、まだ分かんないのか、僕らはマストで出るってこと、落選してるかもしれない、なるほどこれ他校だもん、他校だからな、ダメかもしれない、見てほしいな、でも見てほしいよ、いやでもほらこの映画でカジ君終わりかもしれないからそんなこと言うなよ俺だってネクストステップあるんだよネクストステップある、あるよ、あるか、あるな、ノーステップかもしれない、うん、俺だってうちがバレーしてるとこ見たいんだから、あ、確かにバレーはしないのよ、うん、サポーター買っといてやるよいらねえよ失礼しました、次どうぞ、はい、続けます、はい、劇場版配給ゴミ捨て場の決戦ブルーレイ &DVD の豪華版にはこのイベントの先行申し込み券が付与されているということでございます、なるほどね、
はい、また公式サイトから申し込めるオフィシャル選考などもありますので、詳細公式サイトをチェックしてみてください、はい、お願いします、はい、なお今後の情報は公式サイトや SNS にて順次解禁していきますので、こちらもぜひチェックしてみてください。配給の次のステップに向けたイベントをお見逃しなくということでございます。